シサは日本海軍の解剖艦。一般的には日ブ型解剖艦の6番艦とされており、本艦をウグル型解剖艦に含める文献も存在するが、法令上はミクラ型解剖艦の14番艦。艦名は愛媛県のシ坂島にちなむ。第二次世界大戦後は中華民国海軍及び中国人民解放軍において1990年まで使用され、 最も後年に退役した大日本帝国の艦艇となった。改め五計画の解剖艦、第5251号艦型の7番艦、仮称艦名第5257号艦として計画されたが、日立造船に建造が割り当てられた本艦は、洋兵側から要望のあった、総会具を装備した通称、日振り型として建造されることとなった。なお、 改め五計画により、日立造船で建造された、クメイカー6隻は、丸級計画艦とは異なり、全艦が、総海具を装備せずに94式爆雷投射機と3型爆雷、総天台を1機ずつ増備して巡航している。1944年8月21日、日立造船株式会社桜島造船所で寄港。9月1日、シサカと命名されオクラ型に分類されて、 同級の14番艦に定められる。10月31日浸水。12月15日竣工し、本籍を横須賀鎮守府、駅務を横須賀鎮守府警備解剖艦にそれぞれ定められる。同日付で5防備船体に編入。16日大阪を出港し、18日に呉に到着。23日まで基礎術力連成教育にあたる。24日、 再起に到着し、26日まで対戦訓練隊で実戦訓練を行った。1945年1月14日からは、文後水道で出動訓練を行い、26日に横須賀陳述部隊に編入され、クレに開港。31日、クレを出港し、2月2日に横須賀に到着。2月中区、三倉島沖へ対戦相当のために出撃。 航天の中、同海域において、敵潜水艦を探知し、爆雷攻撃を行うが戦果は確認できなかった。2月16日、長浦に停泊中空襲を受け、対空戦闘を行った。2月26日、第9星艦丸を護衛して出航。2隻は、潜水艦が行動しにくやさせを航行していたが、27日2 0に、千葉県勝浦沖で、 第9世間丸は農務により暗礁に乗り上げ、2 2 5 2沈没。しさは乗組員の救助を行った後、同日中に立山に到着。3月1日、立山を出港し、2日に横須賀に到着。同日、伊豆諸島方面へ大戦相当のため横須賀を出港するが、戦火を確認できなかった。しさは八丈島に帰港し、 8日に出港。10日に横須賀に到着した。20日、貨物船九州丸、1回型戦時標準貨物船、東高丸、冷凍船、第1内容丸からなる、第3320船団を特設区船艇、第2関丸と共に護衛して、横須賀を出港し、21日に八丈島に到着。24日、 1> 第1南洋丸単独からなる船団を護衛して、八丈島を出港し、25日に立山に到着。その後横須賀に移動する。4月1日、陸軍の要請により、横須賀を出港して、東京湾港の対戦紹介を行い、2日に下田に到着。3日、1E 型戦時標準貨物船、第6雲洋丸を護衛して、下田を出港し、同日中に、 八丈島に到着。四日、第六雲陽丸を護衛して、八丈島を出港し、同日中に、下田に到着。五日、東高丸を護衛して、下田を出港し、同日中に、八丈島に到着。七日、一階型戦時標準貨物船、第二日光丸を第七十四号解剖艦と共に、護衛して、八丈島を出港。同日2030。 第2日光丸が推進機を脱落したため、動線を栄光する。8日、立山に到着。9日、立山を出港し、10日に横須賀に到着。12日、横須賀と横浜の間を往復。13日、横須賀を出港し、東京湾港で対戦相当を行ったが、戦火は確認できなかった。16日、横須賀に到着。 21日から5月6日まで、横須賀海軍交渉で、機関修理を受ける。16日、横須賀陳府長官、戸塚道太郎中将他を便乗させて、横須賀を出港し、三浦半島西方沖で特攻演習に参加する。17日、横須賀空襲の情報により、浦賀に向かい、戸塚長官を降ろす。18日、浦賀から横須賀へ移動。20日、 横須賀海軍交渉で、機関修理を受ける。入居中の29日に、横浜大空襲により戦闘配置。6月上区、近接中の敵艦隊撃滅のために、伊豆七島方面に出撃するも快適せず、敵駆逐艦の砲撃を受けて、大破炎上中の輸送船の救援に向かい、横浜へ移行その後横浜から横須賀へ移動する。十四日、特務艦装や、 特設砲艦下三つ丸2アンペア型戦時標準貨物船 A 艦丸からなる第1624船団を第51一ーク船艇とともに護衛して横須賀を出港26日北緯39度25分統計142度04分北緯3 9 2 4日7度統計142.067度 39.417142.067の岩手県大釜崎東方 3.7km 地点付近で、米戦パーチーに発見される。1028パーチーは、上津丸へ向け魚雷を発射。上津丸の右辺中央部に、魚雷2本が命中し、銅線は合沈した。続けて、1052パーチーは、栄冠丸へ向け魚雷を発射。 英館丸の右辺二番戦争に魚雷が命中し、左辺に20度傾斜し選手が沈下した動線は、近くの大御森省に座礁。修理中の14日に、暴風雨により船体切断の可能性が高まったため、放棄された。宗谷は脱出して、山田湾内に避難し、護衛艦は、反撃を開始した。パーチーは、マーク27音響探知式魚雷を、 第51号区船艇に対し発射したが、命中しなかった。そのため、パーチーは、震度90メートルに移動したが、創矢としさか、第51号区船艇が投下した67発もの、爆雷の炸裂により浸水し、艦首を下にして、安全震度を超える165メートルにまで沈んだ。ジャイロコンパスが故障し電動機も水を被ったが、これ以上の被害は受けなかった。 シサカは翌日まで宗谷と共に反復攻撃を行ったところ海面に多量の油流出を確認し、撃沈と判断したが、実際には脱出されていた。宗谷を無事箱館てまで送り届けた後反転し、7月2日に横須賀に帰島。4日、横須賀空襲により長浦において対空戦闘を行う。15日、シサカは横須賃寿府部隊第一特攻戦隊に、 編入される。8月上区、坂は江ノ島沖で、機雷布施設の仮不標の設置作業を行い、8月5日に、第37号解剖官とともに、九十九里浜沖で、機雷布施設隊の護衛を行う。6日、布施設隊巨を護衛して、横須賀に向かう途中、北緯34度52分、東経139度58分。 北緯三十四点八六七度統計百三十九点九六七度三十四点八六七百三十九点九六七の地点で、米第五十八任務部隊の空襲を受けるが、被害はなかった。八月十五日の終戦時は、東京湾港で対戦紹介中で、同日中に横須賀に到着。十六日に米艦が発砲しつつ湾港に向こうを認めたるときは、 断固これを撃滅すべしの命令を受け湾港へ向け出港。17日に横須賀に到着。24日、東京湾にへ向かう、米艦隊への派遣軍士を乗せ、横須賀を出港し、伊豆大島東方沖へ向かうが、暴風雨のため米艦隊の入港は延期となったため、横須賀へ戻った。翌25日、再度軍士登場の要請を受けるも、機関故障により出港できなかった。 結局、この任務は、駆逐艦初桜が行うこととなり、初桜は27日に、相模湾で、米艦隊と会合した。11月30日、海軍省の廃止に伴い除籍された。終戦までの乗組員の戦死者は例人だった。1945年12月1日、第二福音省の会長に伴い、横須賀地方福音局所管の特別輸送艦に、定められる。 1946年4月1日から12月10日に、かけ、グアム、ラボール、サイゴン、バンコク、コロジマ、沖縄、宮古島各方面の福音輸送任務に従事、12月15日、特別保管艦に指定される。1947年、本艦は、戦時賠償艦として連合国へ引き渡されることとなった。米国、英国、ソ連、 中国の4カ国による賠償艦艇配分の会議に先立ち、残存する特別保管艦の視察点検が行われることとなったが、本艦は艦の状態が非常に良かったことから、駆逐艦接布と共に視察を受けるモデルシップに指定された。同年7月6日、特別輸送艦の定めを解かれ、上海にて接布など、急日本海軍艦,艦艇8隻と共に、 中華民国海軍に引き渡された。この時引き渡された、旧日本艦艇には、節1号から、節8号という仮の艦名が与えられ、し坂は、節4号と名付けられた。し坂は、中華民国海軍において、恵みやすと正式に命名された。恵みやすは、日本海軍の45口径10年式12センチメートル、広角砲2門。 歌唱後式 40mm 機関砲2門96式 25mm 連装機14機8門を装備して細部装化され解剖第2艦隊に編入され機関となった共産党軍が様子港に迫った1949年初頭国民党軍は共産党軍の渡し港を防ぐために解剖第2艦隊を中心に多数の艦艇を 南京周辺に集めていたが、そのほとんどが日本からの賠償官邸を再武装した、のや終戦時に接収した日本の河川用官邸、米国から引き渡された、いくつかの宝冠であった。4月21日、共産党軍は、洋子江の渡り豪作船を開始し、その日のうちに、公院要塞をはじめとする港岸各地の要塞や、陣地が次々と寝返ったため、 南京周辺の官邸は封鎖されることになった。23日、林従う指令は、各官邸を NC 祖付近に集結させた上で主要な官邸長16人を集めて状況を説明し、話し合いの末投票で投稿か脱出を決めることになった。結果は、投稿発表、脱出2票、危険6票であり、投稿が決まったが投稿したくない官邸には、脱出を認めた。 信用、栄光、異界武良、一戦などは脱出を選択し、中共軍の砲火の中を脱出していった。林従う指令は脱出する官邸を見送った後に、以下25隻の官邸と共に投降した。この日、投降した国民党軍第二艦隊を主戦力として中国人民解放海軍の創立が宣言された。4月28日、 投稿した第二艦隊艦艇のうちめぐみやすと吉すは演習祖において国民党軍の B24 爆撃機の爆撃で沈没した。1953年12月24日、中国人民解放軍はめぐみやすを扶養して上海で修理、改装を行い1955年にそのままの艦名で収益させた。 その後大改造を行いソ連製の B-3400mm 単装療用砲2門、V-11M37mm 連装機銃6機12門、2M-325mm 連装機銃3機6門を、装備、上海及び、ネーハを根拠地とする東海艦隊に編入、恵康の艦名のまま護衛艦として収益し、艦番号218を与えられた。 1961年には1954年の一鉱山島戦役で戦没した特設砲艦の随勤の名を引き継いだ。毛沢東時代の中国海軍は魚雷艇や潜水艦を主戦力とする沿岸海軍を施行したため水上艦艇の更新が進まず日本製の解剖艦が長らく使用された。当昌平政権になると中国海軍は 外洋海軍に方向転換し、多病型駆逐艦や高校型フリゲートなどの自国製の艦艇を次々と収益させた。1982年に他の日本製海防艦が一斉に退役する中、随勤のみは中国海軍は人材育成のための練習用艦艇が不足していたために練習艦となり、同国海軍唯一の練習艦となった。 1990年に後継の練習官邸はが収益したため退役。退役時の時点では数ある中国海軍官邸の中でも最古産であり民間に払い下げられていた巡洋艦重慶を別にすれば1949年4月23日の中国人民解放海軍創設以来の唯一の生き残りであった。第二次世界大戦に参加した第二本。 帝国海軍艦艇の最後の生き残りとしては、現存唯一の旧海軍艦船である、特務艦、宗谷や,や1996年まで現存していた、海防艦志賀があるが、現役の海軍艦艇として使用されたのは、本艦が最後である。また、第二次世界大戦に参加した日本商船で、現役の商船として使用されたのは、第二号新興丸、停神商兵時、 E 型標準貨物船の必殺丸が最後である。しさかの官名は、海上自衛隊の総会停止坂に受け継がれた。佐々木義政少佐、1944年11月15日から1944年12月15日、佐々木義政少佐、第二副委員官、1944年12月15日。 館長1945年12月1日から1945年12月15日、菅原六郎第二副福音館、1945年12月15日から1946年1月14日、以後2月5日まで、館長の発令なし。岡田静一第二福音官第二福音事務館、1四十六年二月五日から1四十六年四月十九日、 今西三郎第二福音事務官、1946年4月19日から1946年5月5日、以後5月10日まで、官庁の発令なし。松下達吉第二福音事務官、福音事務官、1946年5月10日から1946年10月12日、木村八郎福音事務官、 1946年10月12日から1946年12月28日、以後1947年6月1日まで、官庁の発令なし。藤川県事福院事務官、1947年6月1日から1947年7月6日、ありがとうございます。